それで4年前に初めて俺、愛媛に行ったときに飛行場を降りたときにあっ、伊丹十三記念館があるんだ、愛媛と思ってあそうなのそれで行って行ったらなんか、あっ、ふささんだって言いる記念館の女の子が映画に、伊丹組の方は無料ですとか言って、無料でいるとっちゃって、それでね、ちょうど途中、ま、見てたらなんか電話来て、あの、館長から電話ですとか言ってあ、もしもし、宇佐がですって言ったら、あ、信子ですって。<laughs> 山本さと言ってくれればいいの、ね、に来てくれたのね二、うん、階にねあの普通の人には見せないものがまだ展示してあるから、うん、それも見てってねやったらねもう涙出た監督がいつも着てたあのマオカラーのスタンド<ー>スタンド帰りのあのジャケットと、はいうん、マオカラーの服お召しでしたよね、うん、それであとあの